在日本大官民国民団は、日本に定住する朝鮮半島にルーツを持つ人のための人格な記者団。旧、在日本大官民国居留民団。略称は、民団。日本国内の300を超える拠点で活動を行っている。主な活動内容は、在日韓国人の相互親睦、韓国文化の紹介等の広報宣伝、日本での地位向上など、会員は、 約50万人で日本などに帰化して韓国籍を離れた者も会員になることができる。韓国の公的機関ではないが、韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行している。また、韓国政府から年間80億ウォンの支援を受けている。参加に金融機関や教育機関を多く保有している。冷戦時代から反共主義を当然とする自民党。 公明党、民社党との関わりが深かった。2008年時点では、地方外国人人政権の獲得を目的に、民主党と公明党を支持していた。現在では、日韓議員連盟を通じて、自由民主党、公明党、国民民主党、立憲民主党、日本維新の会などと友好関係にある、在日韓国人のヤクザである、町久幸、田中六春、 高山徳太郎、松山真一などは、民団の顧問職などを務めてきた。朝鮮戦争への義勇兵を募る、在日本大韓民国居留民団大阪本部、第二次世界大戦終戦直後の1945年に、東京で設立された在日本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却、自立を図り、1946年10月3日に、在日本朝鮮居留民団として、 分離発足した。1948年9月には、韓国政府から在日同胞の公認団体として認定されている。初代団長は、大正天皇と皇太子を襲撃する計画があったと、裁判で不意調して、大逆罪で有罪となった、僕列で、初代副団長は、有吉明公子暗殺事件の実行犯の一人であった、リアス氏君。 初代事務総長は同じく同事件の実行犯の一人の元心正で3名は共に終戦まで服役していたという経歴のものであった。設立の経緯から朝鮮民主主義人民共和国系の在日本朝鮮人総連合会とは互いに反目する関係と言われているが朝鮮総連と共同事業を行うこともあり2006年5月には一時的に 歴史的和解の共同声明を公に発表することもあった。民族主義者であった本国の李正万大統領は、建国後も帰国せず、日本に居留している在日韓国人を心よく、思わず、1948年10月の訪日の、際も、歓迎のために、日本全国から日比谷野外音楽堂に集まった、列団長をはじめとする3000人の在日韓国人とは、 暗殺の恐れがあるとして会見しなかった。朝鮮戦争時には、韓国側に644名の義勇兵を送っている。義勇兵は韓国で工作員としての訓練を受けて、日本に密入国して、新潟日赤センター爆破未遂事件を起こしている。その後、民団は、在外国民登録や旅券発給などの業務を委託され、韓国の公認団体となったが、 同時に韓国政府からの干渉も受けるようになった。1961年の5.16軍事クーデターと同日に民団中央団長選挙が行われ、ゴン一が当選した。県一団長は、反県は反木だ。そして反木は反国家だとして、軍事政権をいち早く支持した。また、日韓基本条約の締結にも賛成した。その後、 在日社会でも、軍政に反対する機運が高まり、1971年の団長選挙では、民主派の裕足春と本国が支持する、力源の一騎打ちとなった。当初、裕足春が優勢であったが、韓国中央情報部出身の金在圏、中日公使が介入し、力源が勝利を収めた。選挙後に粛清が行われ、裕候補の支持者は、民団から除名された。 1973年、除名された活動家は民主化勢力からなる官民党を結成し、当時日本で活動していた近代中を議長に衰退することが予定されたが、結成1週間前の8月8日に近代中事件が発生した。祝軍クーデター後も民団は軍政政権を支持した。本国の民主化後、近代中大統領は過去の経緯に関わらず、 民団を在日韓国人社会の代表として受け入れたが、よりラジカルなロブゲン大統領はそうではなかった。2003年6月の法日時、ロブゲンは、筑紫哲也司会の TBS テレビの特別番組に出演し、在日として日本の地域社会に貢献していきたいと述べた在日の高校生に対し、現地の文化や体制に適応してその社会に寄与することは、 非常に重要なことと述べた。また、同年、民団と敵対してきた元官民党の活動家に対して本国との自由な往来を許可した。1997年のアジア通貨危機時には本国を支援せず逆に援助金を要請したり、2000年頃には民団で6億5000万円の手形詐欺事件が起こったが徹底的な解明は行われなかったなどと批判されている。 また、2006年8月の韓国政府による監査で明らかになった政府補助金をめぐる虚偽報告問題に際しても、民団の問題点として、組織運営の閉鎖性、本国への依存進化、過度な政治志向、葛藤の調整力の乏しさ、文化的貧困などが指摘されており、入カマー在日韓国人に対する閉鎖性が在日本韓国人連合解説率の 要因の一つになっている。韓国の在外選挙権獲得運動においては、欧米の在外韓国人の一部から、日本での外国人人政権獲得運動に比べ、本国参政権獲得議論に消極的な在日社会を指して、在日韓国人はどうしてアクションを起こさないのか。民団の消極的姿勢は、参政権付与反対と言っているに、等しいと非難する声も見られた。 1994年4月在日本大官民国、居留民団の名称から、居留の2文字を外し特別永住者と永住許可を利用し、韓国国籍のまま日本で永遠に生活することを目的として、正式名称を在日本大官民国民団に変更した。2003年6月に脱北者支援民団センターを設立し、一時金支給や住居、就職支援を開始した。 しかし、朝鮮総連参加の朝鮮学校教員であった河平玉が2006年に民団の団長に選出され、5.17事態を中心とする不祥事で数ヶ月で辞任に追い込まれた。このことで、朝鮮戦争や在日朝鮮人の帰還事業時のように在日同士による暴力を伴う抗争は行われていない。2009年2月、 在日外国人管理の制度を高めた外国人在留管理制度法案が審議されると在日韓国人への配慮を欠くものとなっているとして旅検自副団長をはじめとする代表団を公明党法務部会に派遣して抗議を行った2009年8月30日投票の衆議院選挙外国人人政権付与に向けての天皇さんと位置づけており民団に 外国人人政権付与を約束している民主党候補者を全力で支援した。これと同時にパチンコ産業の保護を民主党に陳情した。2012年2月、団長選挙が行われ、後高田副団長が当選した。合わせて、議長には、金関翼元大阪府本部団長、監察委員長には反財銀副団長が選ばれた。本部や各支部では、 ハングル講座を開講しているが、日本における韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国、朝鮮人でなくても受講できる。韓国政府より資金援助を受けているが、日本で活動している民団の資金運営を、韓国政府が完全に把握するのは難しく、民団関係者が組織の資金を私有化することも可能であるとの指摘がある。 運営の透明性確保のため、韓国政府は民団に対して、日本の法人に登録するように要求している。韓国国籍者のみとする、国籍条項は撤廃し、朝鮮半島にルーツを持つ人であれば歓迎するようになったため、日本国籍者や中国から来た朝鮮族も参加している。長らく、日本各地の民団の施設、土地に対しては、税減免。 免除措置が取られていた。しかし、2006年に日本政府が朝鮮総連への課税厳格化の方針を示したことや、2010年に千葉地方裁判所が行動する保守の千風税の会代表が起こした行政訴訟を受けて公益性はなく要件を満たしていないことを理由に民団千葉本部会館へ100万円の課税を認める判決を下したことにより、 各地方自治体が民団の地方本部と支部の施設、土地に課税する動きが相次いでいる。民団中央本部が2012年度に行った固定資産税に関する調査によると全国48地方本部のうち9地方本部が全額免除され12地方本部が一部免除されていたが2012年に1地方本部、2013年10月までに3地方本部が 新たに減免対象から除外された。この地方自治体の課税強化の動きに対して、民団関係者は、地方支部の税減免を継続して受けるために、中央本部が指導マニュアルを作ったり、国レベルで行政と交渉する必要性を訴えている。日本国内の固定資産税について定める地方税法において、特定の組織、団体についての税免除、税減免についての記述は、 一切ない。地方外国人参政権獲得運動、ニューカマー韓国人の永住資格獲得の支援、外国人登録令、法への反対運動、日本人との法的、経済的格差の撤廃運動、韓国側の歴史認識に基づいた日韓歴史、文化交流、大日、対外広報宣伝等を主な活動としている。日本の歴史教育への意見、 編集日本の歴史教育にも意見を述べており、多民族、多文化共生と民族教育の推進に関する要望書を通して、韓国の歴史学の立場を尊重した歴史教育を日本にするように求めている。一例として、大阪市内各地の遺跡を回ってみても、案内板に、くだら、しらぎ、コークリとのつながりを示す文字が見当たらない。国際理解、異文化理解の立場から、 朝鮮語を併記したによる説明看板の設置や案内パンフレットを作成するように求めた民団大阪の多民族、多文化共生と民族教育の推進に関する10年度要望書がある。新しい歴史教科書を作る会も参照日本国の中東学校の歴史教科書に近隣諸国条項に反するものを採択してはならないとなどとして、 行政機関への抗議活動を行っている。新しい歴史教科書を作る会の教科書の採択については、韓日関係の熱気を凍らせるものなどとして反対しており、杉並区での採択が報じられると、当時の杉並区長、山田博史に対し全国の民団支部が抗議の手紙やファクスを大量に送付した。杉並区議会での採択の際には、 全国各地から集結した民団員が区議会の傍聴席からそんな教科書を許していいのか恥を知れ引っ込めなどの罵声を浴びせ区長室前にも多数で押しかけ区長を出せなどのシュプレヒコールを行ったこの件に関して山田は上記を逸した抗議活動こんな事態は経験したことがないと述べている 2010年8月には新しい歴史教科書を作る会の教科書の採択している栃木県大田原市に対して望ましい歴史教科書の採択を求める要望書を提出している。中央本部は東京都港区南麻布一丁目7番32号に位置する。中央本部には中央執行委員会と中央常任委員会が存在し事務総長は 企画調整室を管轄する都道府県に一つずつ地方本部がある2019年9月30日現在ありがとうございます。